皆さんこんにちは、ゼンちゃんです。ということで今回は4000万ダウンロード記念10連福袋を引いていきたいなと思います。さあ、個人的にはね OB 第5弾が来るんじゃないかなと思って待機してたんですけど、なんとね選択契約書付き福袋が来るということで、まあこれはかなり激アツですね。まあエナジーに余裕ある人は、まあ絶対に回した方がいいんじゃないかなと思います。まあ今回はですね、選択契約書で取った方がいいおすすめ選手紹介してから実際にねこのスカウトを引いていきたいなと思います。ちょっと後取りで撮っております。選択契約書ねシリーズ1も取れるかなと思ってたんですけど、ここちょっとしっかり読んでませんでした。シリーズ2とだけ、書いてあります。ちょっとね、動画の途中でシリーズ1の選手も何人かおすすめしてるんですけど、まあ、ちょっとそこに関してはねテロップで修正入れとくんで、そこに関してはちょっとね気にしないで、見ていただけると助かります。それではですね、選択契約書おすすめ選手紹介していきたいなと思います。前回ね紹介したおすすめ選手は、まあ、ビエイラ選手だったり、千賀選手だったんですけど、2人ともね、排出停止しちゃってるんですよ。この2人はね今シリーズ絶対取ってほしかったんで、まあ、ちょっと排出停止はね結構響いてくるかなと思うんですけど、まあ、それ以外の選手で紹介していきたいなと思います。まあ、まずオリックスなんですけど、まあ、やっぱり由伸さんかな。まあ、由伸さん取っとけば、間違いないと思います。まだね S ランク持ってないよっていう人はまあ、ぜひ取ってほしいなと思うんですけど、まあ、山岡選手とかでも全然いいかなと思います。まあ、吉田選手もね、排出停止なんで、まあ、吉田選手選べないのは結構痛いかなと思うんですけど、まあ、正直オリックス、今の段階ではもう吉野部さん一択かなと思います。さあ続いてホークスですね。まあ、ホークスは結構排出停止が多くて、まあ、千賀選手とかデスバイネ、グラシアル、ここら辺もね、取れないんですけど、まあ、ここはもう藤井選手かな。もう藤井選手持ってない人はね取ってた方がいいと思います。もう自分も取る気です。まあ、あとはギータですね。まあ、ホークスはこの2人さえ抑えとけば十分かなと思います。続いて西武なんですけど、まあ、西武はそうですね、おかわりくんかな。まあ、おかわりくんがね来年能力どうなるかわからないんで、まあ、広角アーティストのねおかわりくん取ってた方がいいかなとは思うんですけど、まあ、他にもね、サード強い選手いるんで、まあ、ちょっと優先度は落ちちゃうかなと思います。まあ、それ以外の選手はね無理して取らなくていいと思うんで、まあ、セーブ回すんだったら、おかわりくんかなと思います。さあ楽天はそうですね、まあ、マー君、松井裕樹選手あたりは結構熱いんですけど、まあ、優先度はちょっと低めかなと思います。まあ、それ以外の選手は、まあ、無理して取りに行かなくていいかな。まあよっぽどね他の選手持ってて、マー君、松井裕樹選手が絶対欲しいっていう方は、まあ、取りに行ってもいいかなとは思うんですけど、まあ、松井裕樹選手とかね、来年あたり強くなりそうなんで、まあぶっちゃけスルーでもいいかなと思います。さあロッテはそうですね、東條選手のシリーズ1とかね結構強いんで、個人的にはおすすめします。まああと石川選手とか増田選手あたりかな。まあ野手は正直ロッテ取りに行かなくていいですね。まあリアタイの、強いピッチャー補強したいっていう方は引いてもいいかなと思うんですけど、まあ楽天と同様優先度はねそんなに高くないかなと思います。続いて日本ハム。日本ハムはそうですね、いやちょっと12球団的にはスルーかな。近藤選手取れたら近藤選手でもいいかなと思うんですけど、もう近藤選手もね移籍が決まって、もう出ないんで、まあ、そうですね日ハムは正直いないかなと思います。続いてヤクルト。まあ、ヤクルトはもう村神様ですね。まあ、村神様さえ抑えとけばいいかなと思います。まあ、サンタナとかオスナも強いけどね、まあでも12球団目線で言うとやっぱり、村上選手さえね抑えとけばなんとかなると思うんで、まあ、持ってない人は全然取りに行っていいかなと思います。さあ続いて DeNA なんですけど、まあ、DeNA はやっぱりね広角アーティストっていうので外かなと思います。まあ牧選手とか佐野選手も強いんですけど、まあ、選択を、使ってまで取りに行くかと言われると、まあ、正直ね他の選手でも代用効いちゃうんで、まあ、ぶっちゃけ外も効くんですけど、まあ、取りに行くなら外選手かなと思います。さあ阪神はそうですね、やっぱり青柳選手かなとは思うんですけど、まあ、リアタイ目線というよりは、まあ、どちらかというとリーグ目線になってきますし、まあ、もう1ヶ月ちょい待てばね、新シリーズになるんで、まあ青柳選手取りに行くぐらいだったら正直我慢してね新シリーズ引いた方がいいかなと思います。続いて巨人ですね。やっぱ巨人はねメルセデスとビエイラ、もうこの2人本当に取っておかないといけないんですけど、もうね取れないんですよ残念ながらね。なんでまあ取ってない人は残念というしか、まあメルセデスはロッテでも同じ球種の可能性があるんで、もうそっちにかけるしかないかなと思います。ってなるとまあ岡本選手でしょ。でシリーズ1の高梨選手、まあ、あとは坂本選手かな。まあ、巨人は熱いですね。まあ、岡本選手とか持ってない人はね個人的にすごいおすすめできますし、まあ、高梨選手もね、シリーズ2よりシリーズ1の方が強いんで、まあ、高梨選手持ってない人は結構優先して取りに行ってもいいかなと思います。
さあカープはそうですね、やっぱ坂倉選手ですね。まあ坂倉選手個人的にもものすごく欲しいんですけど、まああの藤井選手を優先します。まあ坂倉選手以外は来シリーズとかでもいいかなと思う。まあ坂倉選手もぶっちゃけ来シリーズでもいいと思うんですけど、まあやっぱり貴重なね、打ちやすい、キャッチャーできる選手なんで、まあ取りに行くなら坂倉選手かなと思います。さあ最後中日ですね。まあ中日はやっぱりマルティネス、ロドリゲス、ここら辺になってくるかなとは思うんですけど、まあ2人とも全然来シリーズ強そうなんでね、まあ来シリーズ待ってもいいんじゃないかなとは思います。なんでまあ無理しなくてもいいんじゃないかな。まあ、総合的に見るとですね、まあ、やっぱり今の環境強い千賀選手、ビエイラ選手、メレセデ選手、ちょっとこの3人取れないのものすごく痛いんですよ。ってなるともう正直藤井選手取るかどうかだと思います。もう今回の選択ね、もうほとんどの人が藤井選手取るんじゃないかなと思っていて、まあ、その中の1人が自分なんですよ。まあ、自分もねちょっと藤井選手全然当てれてないんで、まあ、自分は藤井選手を取ろうかなと思ってます。ただですね、福袋に自チーム確定があるんですよ。まあ、そこで藤井選手出たらちょっと他の選手をね取りに行こうかなと思ってるんで、まあ、シリーズ2ね、言うてもそんなにねホークスの選手当たってませんし、ちょっとホークスでね引いて、まあ、選択どうするか、決めていこうかなと思います。まあ、追加された中継ぎ軽く見ていくと、まずは阿部選手ですね。阿部選手ね、スプリットとフォーク持ってて、まあ、則本選手みたいなね、投げ方でいけるんじゃないかなと思うんですけど、ちょっとスプリットの方が変化量大きいんでね、ちょっと変化量の差的にどうなのかなと思います。まあ、一応タイピン持ってるんで、まあ、弱くはないかな。で、松本選手は結構純正の希望です。まあ、ずっとちょっと S ランク欲しかったなって感じですね。まあ、通信もいいなんですけど、高速すらスロー、フォークも持ってるし、タイピンもあるんで、ちょっと純正的には嬉しい能力してますね。まあ、あとちょっと面白いと思ったのが楽天の鈴木選手です。結構ね面白い球種してるんですよ。全部7球種あるんですけど、ストレート以外全部下方向ということで、スラーブ、スプリット、高速スクリュー、サークルチェンジ、縦スラ、カーブ、これプラス超タイピンなんですよ。なかなかねなんか珍しい組み合わせになってるんで、これなんか初見とか打ちづらそうだと思いますね。なんか初見じゃなくても普通に打ちづらそう。まあ、あと堀江選手はね普通に強いんで、まあ、堀江選手も十分当たりかなと思います。それではお待たせしました。福袋を引いていきたいと思います。いや、この3回目か7回目で藤井さん引けたら、いや迷うね、誰取ろっかな。まあ、坂倉さんのシリーズ2はね、まあ、ずっと言ってた通り欲しいんですけど、まあいろいろと大会とかも終わっちゃったしね、もうぶっちゃけ来シリーズの坂倉さんでもいいんじゃないかなと思ってるんで、まあ、せっかくなら今シリーズしか取れない、そういう選手取ろうかなと思ってます。なんでまあ本当にね、ガチャで藤井選手が当たった場合、まあ、ちょっとねシークレットで、また別でねこの選手獲得しましたよっていう動画を出して、まあ、その選手のね、リアタイの使用動画、出そうかなと思ってます。ということで、吉田輝星選手 A ランクあったっけな。まあ、球種はなかなか面白いんでね、ちょっと使ってみたい A ランクがあれば。さあ2回目いきましょう。2回目は S ランク確定なしで、まあ、5回目引いたらね選択もらえるんですけど S ランク確定じゃないんですよ。なんで4,5,6,3 連続で、引きがね激渋の可能性があります。もう引きが激渋だったら、まあ結構カットしちゃうかもね。まあ一応飛びますよと。まあまあまあこんなもんでしょう。まあまあまあこれはねいいですよ。今回はちょっと S ランクの量というよりは質を求めたいんで、いやマジでここ本当にここで藤井さん、まあニューだったらいいよ。うん、ニューだったらもう全然 OK。 まあニューの選手の方がね割合多く占めてるんで、まあかぶったらマジで萎えます。まああとはあれかな、ファイナルミキサー来るのかな。それもね、あの 100% 確定とは言えないんですよ。お、当たった。さあこれは新選手確定ですね。そう、ファイナルミキサーが本当確定で来るかどうかは分からないんで、まあ一応 S ランクは残してた方がいいと思います。さあ複数枚ではないかな、どうだろう。おおさっき出た吉田選手出てきたんだけど。ということでニューの選手確定ですね。ここ藤井選手来たらマジで激アツ、お願いします。おお、周東選手、いやずっと継承したかったんで、いや継承したかったけどセカンド B なんですよね、自分が持ってる周東選手。いやこれちょっとあれだな、あのファイナルミキサー用に残しとこう。さあ中間の、4回目ですね。さあここから3連続で、渋い引きになる可能性があるので、ちょっと渋い引きにはならないでほしい。まあせめて1回でいいから S ランク来てほしいな。さすがにね70連も引いて確定外から1枚もないとかだいぶ渋いんで。でもこれ飛ばないな。
さん多分今早送りをしているんじゃないかなと思います。せめて A ランクは来てほしいけど来る気がしませんということで5回目ですね。 S ランク確定はないですが、これで選択契約書をもらえるということで、もう正直本当に藤井選手を取った方がいいと思います。まあ、藤井選手を持ってる人はおっと S ランク来た、これは熱い。まあそれ以外のおすすめした選手、まあそうですね、特に今シリーズしか取れない、まあ、高梨選手のシリーズ1とか結構ありだと思うんですよね。本当にね、もうビエイラとメルセデスと千賀さんのあそこの3強がもう出ないのが結構痛いよね。ウーネンティン結構来るな、だいぶ持ってるぞ。上川畑さんに、おお松本選手ありがたい。いや松本選手の S ランク使ってみたいんだよな。さあ60連目、ここは S ランクがなければ普通に飛ばしたいと思いますが、来なさそうですね。それではラストを引いていきたいと思います。せめてニュー、本当にせめてニュー。うおー流れ星は来たけど幸子来なかったね。複数枚引きでも熱いよ、熱いよ調子くん、ささやくよ俺は、ささやき天寿でいくよ。さあまたまた光って、さあ光って当たらなくね。待って、いや複数枚引きはあるかもしんないけど幸子が出ないのは、え、なんでここもあれなの、ちょっと微妙ですね。ニューじゃないならせめて2枚引き欲しいけど、うっそー、ちょっと待って、これかぶってない、かぶってんだよな。